もしかして今満月なのかな？どこ行けばいいんだ？ここ入りゃいいのか？はい。お前たち、その格好は。俺たちは全てを思い出しました。だから約束通り帰ってきました。今まで迷惑かけました。ごめんなさい、本当に。リーン、お願いです。村のみんなを集めてください。みんなに謝らないといけないことが。わかった。事情が事情だからな。時間をくれ。今夜はもう遅い。明日、村の者たちを集めて話をする。私がいいと言うまで、この家から決して出ないように。はい。ここで一晩過ごすのか、じゃあ。遅いわね。出るなーって言われて丸一日経った上に日が暮れちゃったじゃない。そんな暗い顔しないで。大丈夫よ、私も証言するから。リーンは過ちを犯したのかもしれない。でもそれは悪意からじゃないって。常に誰かを救いたい、願い続けた結果だったと。ティサラちゃん、僕もだ。村の誰しもがあなたを許さなくとも、母さんの代わりに僕があなたを許そう。アルバート君、でも私は。約束しただろう。母さんを治してくれたら許すと。それに全てを知った今、責める気持ちはもう一片もない。だから、これから何があろうとも、僕たちだけはリーンの味方だ。ごめんなさい。ありがとうみんな。大丈夫。私は許しが欲しいわけじゃない。真実を話して裁きを受けたい。そしてどんな結果になろうとも、村のみんなのことは助けたい。それだけ、だから。ディアナ。まどこ？あ、来た来た来た。遅くなってすまない。みんなを集めた村の北の広場まで来てくれ。はい。これあれじゃない？お祭りの準備してたとかじゃない？違うかな？村の北の広場って言ったよね。ここでしょ？え、違うかな？ほら、やっぱりー！せーの！ライゼ、リーン、お帰りなさい。これは？二人が無事に帰ってきたお祝いよ。早く座って座って。せっかくの料理が冷めたら台無しだろ。違うの。みんな聞いて。謝らないといけないことが、私、本当は。ストップ。いいのよ、リーン。事情は村長から聞いているんだ。え？村長ったら、リーンをどうか責めないでって、みんなに頭下げて回ったのよ。バカよね。私たちがあなたのことを責めるわけないじゃない。リーンちゃんは悪い子じゃないって、みんなわかってるさ。いやーもうなんだこの後半に来て、感動の嵐は。過去に何かあったのだとしても、村の暮らしで誰よりも優しかったのがリーンちゃんじゃないか。仮に全ての原因がリーンちゃんにあったのだとしても、ここで楽しく暮らせたのはリーンちゃんのおかげでもあるのよ。だからね、お願い、これ以上自分を責めないで。みんな、ごめんなさい、ごめんなさ。うわぁ、うわぁだよね。私もうわぁだわ。不老の体を治せるのかい？はい。これが罪滅ぼしになるとは思っていません。しかし、一人でも解除を望む人がいれば、どうかお手伝いさせてください。こんな日が来るのをずっと夢見てた。頼む、やってくれよ。ライゼとリーンが旅に出て変わったように、俺たちにもついに変わる時が来たってことだよな。村の暮らしはもちろん楽しかったわ。でもね、同じことの繰り返しに少しだけ疲れちゃった。お願いリーン、やってちょうだい。全員かじゃあ。僕、ライゼ兄ちゃんみたいになりたい。ねえねえ、
僕も大人になれるんでしょ。俺も、私もよ。みんな、ありがとう。でもさ、どうせなら、もっと早くに直してほしかったな。ほら、月が落ちてくるんだろ。もっと平和な世界で自由に生きたかったな。バカ、そのことはキンクだって言われてただろ。でもよ、気にするなってのが無理な話だろ。あんなのが落ちてきたら、今の体でも死んじまうよ。え？させない。俺たちはこれから月に乗り込む。月の崩落は俺たちが止める。絶対に世界を滅させたりはしない。滅ぼさせたりはしないかな。同じ過ちは二度と。なんだって？そんな、どうやって？俺はそのための力を手に入れた。わかったんだ。この時代、この村で目覚めた意味。すべては宿命であり必然。この時のため、世界を救うために今、ここにいるんだと。みんなの明日を俺が守る。いや、守らなければいけない。悲劇を繰り返さないためにも。リアン。だから、今は俺を信じてほしい。明日は必ず来ると。夢見てもいいんだな。自由な未来を。ああ、約束する。この剣に誓って。セーブちょっとここで笑っちゃうな。これで全員の処置が終わったわ。ありがとうリン、おかげで母さんは。ううん、手法を確立できたのはすべてクライブ博士のおかげ。私がやったのは術で手術のリスクを軽減させたまでのこと。それに不死化の解除だけではロストは治らないのだろう？ええ。治療のための記憶の修正も今ならできる。でもそれは。いいんだ。母さんの記憶を消してくれ。ロストのメカニズムも父のメモに残されていた。それが唯一の治療法だということは分かっている。父のメモは遺言のようなものだった。最後に記されていたのは、母への愛と僕への謝罪。そして、ロゼッタの口車に乗じてしまったことへの後悔だった。父は、おそらくもう生きてはいないだろう。母さんを思う人間は、この世に僕しかいない。ならば、僕も母さんも自分らしく生きられる、そんな未来があるのならば、頼むリン、治療をしてくれ。アルバート君。わかったわ。さようなら、母さん。記憶を修正しました。目覚めるのに少し時間がかかるかもしれない。数日間、あるいはそれ以上。ならば、母さんが目覚める前に、僕たちの手で世界に平和をもたらそう。母さんが今度こそ、笑顔で過ごせられるように。うん。よし、これで。失礼するぜ。ん？何やってんだ？それは、イスカの壊れたペンダントか？ああ。こいつを直して、また渡したい相手がいるんだ。受け取ってもらえるかはわからないけどな。そうか、うまくいくといいな。謝らなければならないことがある。改まってなんだよ。俺は誰かを傷つけてばかりいた。繋いだ絆をこの手で壊して。ザウアーのことだってそうだ。受けた恩をあだで返すなんて最低だ。待て、何の話だ？それわかんないわな。なかったことにされているのかもしれない。でも、俺だけは覚えている。あれは確かにあった現実。俺はまた、ザウアーのことを、みんなを。精神次元に行ってから様子がおかしいことはみんな気づいている。単に記憶が戻っただけじゃねえってな。それは。待て、中で何があったかあえて聞こうとも思わない。ただ、外で待っていた俺たちには何の影響もなかった。
それだけじゃいけねえのかよ。一度壊れたとしても、バラバラになったとしても、諦めない限り、希望が残っている限り、やり直せるはずだ。そのペンダントのようにな。継ぎはぎだらけで傷跡が残ったとしても、その痛みごと飲み込んで輝けるはずだ。ザウはいいこと言うな。ああ、そうだ。だからこそ私は、吹っ切れたようだな。ええ、隊長。あなたにはいつも。だから隊長はやめろって。ああ、ごめんごめん。そうそう、本題だ。治療が全員分終わったらしい。様子を見に行ってやったらどうだ？ありがとう、訪ねてみるよ。アルバートとディアナは村長の家の2階だ。じゃあ、俺は一眠りしてくるぜ。ああ、最近夜中起きとくのが辛いのなんの。昔は夜通しで酒が飲めてたんだけどな。それって、つまり、それ以上言ってくれるな。俺が一番わかってるからよ。はいはい、おやすみザウア。はいよ、お前もいい夢見ろよ。みんなに話しかけに行くのか、じゃあこれから。私は、俺は、今度こそみんなを守る。必ず。壊れたペンダントを修復しました。レクセスのペンダントを入手しました。うん。よし、村長の家に向かおう。じゃあみんなから話を聞いてくりゃいいのかな？あ、寝てる寝てる。かわいいな。寝ているようだ。そっとしておこう。うん。で、どこにいるって言ったっけ？これ何？あ、ハーブティーね。2階にいるって言ってたな。村長の家の2階にいるのか？ここか。あ、ルビス。師匠、その剣を少し貸してほしい。ああ。師匠、やはり私が持っても光ってはくれないのだな。わかっていたけど、少し寂しいな。ベロニカのことは本当に申し訳ないと思っている。すべて私が未熟だったせいだ。彼女が力を託してくれなければ、世界は滅んでいた。私がこの場にいるのは、彼女が命がけで奇跡を起こしてくれたからなんだ。そういうことか。よほどの地獄を経験したようだね。悲劇は繰り返さない。みんなの前でそう言ったよね。ああ。師匠の力引き出せるのはライゼしかいないんだ。サポートならする。師匠の命を無駄にしたら許さないぞ。成し遂げてみせる。この剣に誓って必ず。で？私、この旅が終わったら、教会の運営に専念するわ。もしかしたら、教皇になるかもしれないし。教皇に？実は、みんなと合流する前に、そういう話も出ていたのよ。全力で断ったけどね。私はそんな器じゃない。お兄様の代わりは務まらない。でも、神様の真相や世界の現実を旅を通して理解できた。きっと、教会にいる他の誰よりも。だからね、お兄様の代わりではなく、私にしかできないことをやろうって、まあまとめる人は必要だよね。そう思えるようになったの。ティサラなら、務まるさ。散々俺たちを振り回したんだ。人を動かすのは得意だろ？何やそれ。どういう意味？はは、俺たちもできる限り協力する。困ったことがあったらいつでも言ってくれよな。ありがとう、ライゼ。神様と人が本当の意味で共存できる世の中にしてみせるわ。そのためにも月は必ず止める、俺の手で。で？マリア。終わったのか？ああ、よく寝ている。母さんのこんな安らかな寝顔、見るのは初めてかもしれないな。そうか、よかったな。ロストも治ったのか？処置はしてもらった。今までの記憶と引き換えに、な。
あとは目覚めた時に良くなっていることを願うばかりさ。アルバート、それは。勘違いしないでくれ。僕は感謝している。リーンにも、ライゼにも。考え得る限り、最良の手を尽くしてもらった。あのまま屋敷に囚われていたら、今頃どうなっていたのかな。想像もしたくないさ。アルバート、僕はこれから自分自身のために生きる。旅の中で研究したい対象は、星の数ほど見つかったしな。ああ、これから時間がいくらあっても足りないだろう。だからこそ、未知の可能性を秘めたこの世界を滅ぼさせたりはしない。あの月を止めるなんて、奇跡でも起こらない限り不可能だと思っていた。しかし、奇跡というのは可能性を積み重ねた先にある一条の光のことを示すのかもしれない。僕たちならできる、世界を救う奇跡を必然にしてみせようじゃないか。ああ、俺たちなら必ず。頼りにしているからな、ライゼ。そういえば、リーンには会ったか？いや、ここにいるって聞いたんだけど。入れ違いだったな。外の空気を吸いに行くとか言っていたな。ありがとう、探してみるよ。もしかして喪失の丘あたりにいるんじゃねえのか？外。村の中にいるのかな？こっちじゃね？あ、村の周辺にはいないとなると、あそこかな？あ、いなかったのね。探してなかったけど。やっぱり。ここにいると思った。リアン。一晩で全員分の処置は疲れただろう。いいえ、当たり前のことをしたまでだから。月に乗り込む前に一つの区切りをつけて本当によかった。これで心置きなく。丘に来るときは思えばいつも満月だった。私はここから眺める月が一番綺麗で好きだった。でも今はその美しささえ畏怖の対象だ。遠く輝いていた月が空の大半を覆うなんてな。ねえリアン、月を止める方法って。月での出来事を覚えているか？ええ、月の動力は破壊神の核。あれを破壊できれば月の進行を止められる。うまくいけばいいけど、どんな邪魔が入るか未知数だ。核の戦闘力はあの破壊神の成り損ないと同等、いやそれ以上もあり得る。創造神や水玉の騎士も全員控えている。死闘は免れないだろう。でも切り札なら用意されている。仮に最悪の事態を迎えても、この剣の真の力さえ解放すれば、故に断言できる。私はこの世界を救えると。真の力って、真剣ベルンディア。その名の通り、この剣には物質神の力が秘められている。剣を握った時に全て理解できた。これを見てくれ。希少石のかけら。この剣の力を引き出せば。おお、光った。希少石が消えて光に。物質に干渉する力、希少石をエーテルへと昇華させた。あの月を構成する物質は、まさか。すべての力を解放すれば、この実、この剣ごと星一つ砕くことすらも可能だ。ん？だから私の身に何かあったときは、君はみんなと、あ、自分の命と引き換えにってことか。そんなの嫌、ディアナ。そんなもしもは聞きたくない。やっと一緒になれた。もう離れない、何があろうとも。私も協力させて。ダメだ、私は君を巻き込みたくない。この剣の使い手は私だ。これは私の責務なんだ。いいえ、私の力ならあなたを守ることができる。でもあなたが剣で私が盾、二人ならきっとうまくいく。
村のみんなとの約束。絶対に星を止める、世界を救ってみせるって。ならば共に歩ませて、その剣が切り開く未来を。ディアナ、わかった。君の手を取るからには必ず二人でここに帰ってこよう。はい。思い返せば数奇な運命だな。かつての私たちは争いのない世界を知らなかった。戦争に勝利せねば国は滅びる。平和も豊かさも戦い抜いた先にしか得られない。そう思い込んでいた。争いの果てにあったのは滅びの結末だというのに。目覚めたこの地には人と人の大きな争いはなかった。真の楽園はもう築かれていたんだ。なのに私たちが、あの戦争を知る私たちだけが再び世界を滅びへと導いた。私たちだけが戦争を続けていた。過去の幻影と戦い続けていたんだ。終わらせなければいけない。人の過ちも神の怒りもここで断ち切る。気象大戦に真の終結を。そして平和な世界で自由に生きられる道があるのならば、今度こそ共に生きよう、ディアナ。はい。なんだ、プロポーズか。二度目のプロポーズか。次元神から連絡が来たわ。月への転移が可能になったそうよ。もう行くのか。はい、お世話になりました。迷惑かけてごめんなさい。私たち月へ向かいます。みんなを守るために。ライゼ、リーン、ありがとう。君たちのおかげでこの村は前に進むことができた。もう村の掟は必要ない。いつでも帰ってきてくれ。必ず世界を救って、そして帰ります。みんなのところへ。うん、頑張って帰ってこないとね。旅立つ前に家に寄っておこう。ブルネリアさんとユートにお別れしないとな。おうおう、そうだね。こっちだね。はいはい。ブルネリアさん、ユート、そろそろ行ってきます。旅立ちかい？また寂しくなるね。大丈夫、すぐに戻ってくるよ。相変わらずだね。え？そんな立派な格好をしてもライゼはライゼだってことさ。頑張ってきなよ。ライゼ兄ちゃん、僕やっと大きくなれるよ。それで大人になったらね、兄ちゃんみたいなかっこいい剣士になる。だから悪いやつやっつけて早く帰ってきてね。いい子にして待ってろよ。また剣の稽古してやるからな。うん。じゃあ行ってきます。絶対に帰ってくるんだよ。よし、向かおう。喪失の丘の神殿へ。おう、じゃあ喪失の丘に向かっておこうか。お、ここにセーブポイントが。あ、いいね。向かいます。はい、一応セーブしと、え、あ、こう、もう転移装置の役割しかしてないのか。セーブの箇所がない。